今日3番勝負ということで、はい、あの2チームに分かれて戦っていただくんですけど、まず1シフト目チーム夫婦哲也プロと吉見プロが、はい、チームを組んでいただいて、そしてチームの兄弟歩みプロ龍一プロの組み合わせとなっております。で、1ゲームから3ゲーム目までスカッチ勝敗対決ということで、スカッチで、うんうんうん、あの対決していただいて、うん、で3ゲーム終わったら9点対決をしてもらい、はい、そしてまたその後にタイムアタック対決、剣玉剣先に刺して投げてストライクを出せというイベントになっております。この3番目が一番謎なんですけど、剣玉得意な方はいらっしゃるんでしょうか。龍一が得意でした。本当ちょっとね、それだけが謎なんですけど、あの頑張っていただいてという感じで、はいはい、まあ、でもあれですよね、まあ、時間があれば全部やりますけど、この1回スカッチと9点で勝敗決まる可能性もありますもんね。そうですね、そうですね、はい、早くも決まってしまう可能性もあるんですけど、まあ、そこで決めた方がいいかもしれない、はい、これやばいよ、これが難しい、これ終わんなくて配信切れちゃうかもしれないから、それが一番困ります。はい、はい、それでなんか罰ゲームも、そうなんですよ、あの用意していただいてるということで、用意しちゃっていいか用意しました。はい、めっちゃ映ってる、お願いします。見てください、これめっちゃ映ってる、めっちゃ映ってますけど、この体にいい、まずいって言ったらおかしい、高麗人参です、高麗人参、人参体にいいやつを負けた方が乗ります。体にいいんでね、大丈夫、これ、はい、まずいとは言わない、まず、一番まずい、苦い、すごいまずいらしいですけど、これを2人で飲みます。負けた方はね、はい、お願いいたします。はい、はい、じゃあ早速いきますか。レーズ呼吸に行っちゃってもよろしいですか。全然大丈夫ですよ、はい、はい、そしたら、うん、準備をお願いいたします。はい、はい、じゃあ皆さん3分間ですからね、3分間、まあ、僕ら4人で3分間って無謀なんですけど、ああ、そういうこと、あ、3分間しかないから、はい、練習投球、はい、じゃあ行きましょうか、はい、そろそろ、お願いいたします、はい、では皆さん準備よろしいでしょうか。はい、はい、はい、じゃあ3分間の練習ボールを行きたいと思います。頑張ります、はいはい、これ、はい、そっちに、どうしたの。いや、練習順番回ってくるまではけん玉やればいいからそういうことね、そうそう、はい、OK、 じゃあ行きましょうか。はい、はい、これ両方使うんよね。違う、違う、こっちだけ、こっちで1連でやります。1連で、はい、はい、スカッチですからね、スカッチ、はい、お1連で4人分をこれ俺のじゃなかった、はい、はい、じゃあ練習投球スタートです。はい、スタートでーす、はい、行きましょう、皆さんお願いします。お願いします。全員こっち、全員こっち、あ、こっち、あ、本当です。あ、練習の隣のレーンも投げていいみたいな。練習はね、練習は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 、あ、こうやって投げていいの。そう、こっちもいいらしいです。あ、体を温めるためにね、はい、ちょっと時間もないんで、体を温めるために使うのは1本ね、見て、全員、吉見以外全員 IQ だよ。嘘、全員 IQ、 確かに IQ、 確かに IQ は持ってない。これ、なるほどね、入れ替える感じだ。カメラ蹴飛ばしちゃいそうだね、これそのうち。ちょっと、けん玉の練習しないとけん玉投げないと。お、入りません。練習投球残り2分です、はい、あれ、シャミの話しなかった。あ、そうですよ、後でね、後でね、シャミ、はい、後でお願いします。あゆみプロが書いた、はい、ね、そうなんですよ、はい、ちょっと後であれ言いたいことがあるんで、あゆみに、はい、そうなんですよ、あゆみプロが、あのシャミにね、物申したいことがあるんですよ。いやいや、それは俺、みんな思うよ、激似だから、激似、え、あのシャミ、いや、みんなから似てるって言われます。似てるよ、似てる特徴は捉えてるけど、捉えてるけどみんな目が死んでる違うよ、私だけあれ無なんだよ、笑ってないのそうだね、リナちゃんから連絡が来たよ、それ。俺もだよ、浅田からあのストーリーでめっちゃなんかコメント来たもんなんかさ、自分はケロみたいな可愛い感じで書いてさ、私の無だからね、みんな後で見てください
無表情。一番特徴を捉えられる。でも龍一が一番似てるよ。一番特徴を捉えられる。龍一だけ一番なんかリアルだと思う。龍一に力作です。一昨日寝違えてさ、首が痛くて針打ったら治りますよ、針。思ったより体が動く。もうだって30秒しかないで。やばいやば。あと30秒です。早っ。30やばいよ。これ今日も C パターンなんですかね。 C パターンですよ。 C パターン出てこないよ。いやちょっと練習しよう。俺もういいや、投げなくて。おお、誰も先っぽの先っぽに刺さる。みんな拍手してくれたけど誰映ってないもんね。ここでやればよかった、せめてね。いやここでもダメじゃない。こっちにいた方がいい。これは2-2になって大丈夫です。練習ここからは1連で1連投げていただく場所になってます。すいません。待機場所はそっち。待機場所はカメラの位置はどうしたらいい。待機場所は待機場所はどうしたらいい。両方でいいんだよ。2-2で2-2で分かれて、はい、全部こっちのカメラを入ればいいね。終了。皆さん練習終了です。はい、ピンが10本立っている状態にしてください。2本目の方はリセットボタンを押してください。あそこでカメラに、あそこのカメラに映った。本番に弱い。先ほど練習呼吸中におっしゃってた、はい、シャミの、そうなんですよ、シャミ、あれ QR コードってあれなんか言って出てくるかなと思った。今はまだあれなんですよ、似顔絵です。皆さんの顔が書かれた、ツイッター見てもらったらいいんですけど、はい、多分 QR コードをちょっとお願いしたい。写真こうやって出せばいいです。今出すから、ちょっと待って。あゆめプロは絵がお得意なんですか。かっこいいというわけではないんですけど、はい、はい、そう、あの落書きは落書きはします。めちゃくちゃ可愛いデザインで。あ、これです。そう、めっちゃ分かりやすい。すごい、これです。これをぜひ明日まで販売します。急に、はい、明日まですごい上手くできる。これ皆さん読み込んで絵を見てみてください。絵を見てください。読み込んで絵を見てください。これヨシミプロ力作です。いや違う、そうだね、あゆみが書いたけど文字は私が入れたんですけど。なるほど、もともと小林っていう字がめっちゃ面白かった。小林哲也プロの。そう、絵だけは分かんない。私デザインはヨシミ P。 なるほどね。似が、はい、似てるよ。龍一が一番似てるよ。いやそっくりだよ。そっくりだよ、龍一が一番。私なんかあれだよ、無だもん。無いいや、いや、皆さん見てください。あのQR コードを覗けばね、はい、すぐ出てくるんで、大きいのが買いました。ありがとうございます。コメント、あー嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ明日までの限定という形でやらせていただきましたので、本当にもうこれで最初で最後だと思います。はい、最初で最後。お願いします。こういうのは最初で最後でやります。はい、はい、それでは早速スカッチだね。はい、スカッチ勝敗対決ということで。よし、はい、チームワークが大事だね、スカッチだからね。そうですね。一応スカッチのルールは、はい、1投です。1投交代なんで、っていうことはですよ、片方がストライクが出なかったらずっと片方の人は2投投げなきゃいけないんですよ。これでもすごいさ、左と右、左と右って分かれてるから、ね、そうだね、ちょうど左2人、右2人いるから面白いバランスかなと思います。はい、はい、じゃあ先に哲也プロから行きましょうか。はい、第一投、始球式を。わかりました、始球式なんだね。はい、はい、お願いします。お願いいたします。はい、では夫婦チーム先行ですね。はい、哲也プロ先行きます。はい、ボールが全部一緒なんだよ。みんな一緒だよ。私だけ違うから。では行きます。はい、お願いいたします。頼んだ。よろしくお願いします。どう？おお、これ、ここ、そこ。どっち？こっち見ればいいですよね。全部こっちですよね。全部こっち。こっちはスコアですもんね。スコアがあれですもんね。上からですもんね。はい。はい、じゃあ全部これです。あ、こっち、はい、カメラ目線は全部これで OK です。お願いします。
あ、どんどん進まないと時間足りなくなっちゃう。そうですね。まあ、まあ、使ったから。確かに。まあ、これは、ここからガンガン。ここからいいよ、ガンガン。もう支給してもらったから。オッケーです。お願いします。はい。お願いします。頑張って。なんか、風谷さんのよしみ風呂は友達出しまくりが来いってどういうことなのかな。どういう意味だろう。どういう意味かな。私、友達何にも出してないけど。これ、こうなるとさ、頼むよ。みんな IQ だけど私これでいくからさ。あ、みんな IQ なの。そう、全員 IQ。 さあ、ダブルダブル、よしみ以外ね。古いさあ、ダブル。お、いいんじゃない。頼んだ。見たか見たか見たか。リーチリーチ、ボーリングいつぶり。ボーリング今日1ヶ月半ぶり。プロボーラーだろ。3月待って待って待って、ちょっと練習しなさいよ。これさ、ワンシフト目組む人はかわいそうだよ。いけるいけると。違うよ、3シフト目で組む人。あ、疲れちゃって。そうそうそう、指が痛くなる。指第1シフトと第2シフト多分調子いいよ。3シフト目で指痛くなるから。親指が痛くなる。あ、打ちミスだ。あべストライク。やばい今の。え、そう。ストライク今。今のリプレイできないですか。ストライクですよ。ストライク。ですよ。普通にストライクだった今。あ、後ろから後ろから後ろから倒れた。プロボーラーが裏ノーヘッドでストライク。これが久しぶりの実力です。はい、ご覧ください。今スコア直してもらってるの。スコア直しますね。スコア8本になってる。あ、リプレイでない。リプレイ出た。これちょっとすごい。難しい。ちょっと恥ずかしいけど。審議ってなるのにすごいって出てるんだけど。何がすごいんで。いやでも映ってないんじゃない。映るかな。うわ、映ってた。間に合った。はい、ナイスですね。ナイスナイスですね。結果全員ストライクということで。やった。なんだよそれ。そんなことある。いい勝負ですね。それじゃ今のところいい勝負ですね。いい勝負。じゃあ行きます。さんがブーイングの嵐って出てるよ。持ってる、持ってる男。やばい。おい、よしみ P が取られる。これ取れる。あれ簡単でしょ。そうだ、え、簡単じゃないよあれ。簡単簡単。待って、あっち簡単簡単。あっち練習しなかったよだって。よし、でも、まあ、まあ右利きだからさ。そうそう、可能性あるよ。これよしみのスペアをちょっと、ちょっと待ってよ。リプレイをちょっと、ね、リプレイ準備しといてください。はい。うわー、簡単。おはい。残したのが悪いよ。いやいやいや、あれ取れよ、取れるよ、あれ。まあ、もうちょっと、思ったより曲がった。そうだね。あの足だ、歩みが。あの足だ。サクサクいこう。なんだよ。そう、さっき奥下さんからパンツスタイルだねってきた。奥下さん今日もお願いします。残念。わあ、はっはっは。あっちさ、なんか濃厚な食ってもらったのに。本当だよ、いいね。あっちなんかさ、不満だよ。あーって言いながらさ。なんだよ、俺です。俺がストライク来ないとずっと、あ、ボールが、ボールが来ました。ボール来た。じゃあ頑張ります。これだってさ、あんまり点数高いとみんなの勝利者賞もかかってるからさ。そうそうそう、そうだね。いった。おー、 おー、 オッケー、やった。さあ、くっくっ、さあさあ、ポケット、ポケットさ、任せて任せて、任せて任せてってさ、裏のヘッドしたやつに裏のヘッドしたやばい。今度は頑張る。本当かよ。頑張ります。でも続いてるから、うちは負けてるから。そうだな、かなり、これかなりの差だよね。あのダボ目でかいから。でかいよ。あ、ストライクだ。ちゃんと投げた。お、おー、やだよ。やればできる。やばい。やば。ちょっとさ、もうなんか最後一歩リードという感じになっております。3歩ぐらいリードされてますね。はいはい。ボールがゴール来ないです。ごめんなさい。ボール詰まった。ゴール4個詰まりました。やばい。
あの詰まった時は早めにスタッフさんにお知らせしてあげた方が。でもじゃあさっき帰ってきてたんだよ。でもね、帰ってきた、ね、なんだよ、ちょっと俺のミス痛いな。皆さんのメッセージをこの間に、はい、ね、ちょっと待って、なんかさ、今日は真偽っていう言葉が出てこない。いつも出てくるね。そうよ、リュウイの今日は温かいメッセージがたくさん。こっちに見えないの？あ、見れます、見れるよね。はい、今のうちに練習しない。 あそこだよ、お前カメラ。今日さ、お名前見る限り本当に知ってる方ばっかり。おえ、すごい。あ、あ上手。稲本の義経さん、いつもね、竹原さんも。おお、上手上手上手。あ、ボール来た、ボール来た、ボール来たよ。はい、ボールが来ました。ボール来た、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 ボール来た。はい、はい、投げて、投げて、投げて、ダブ、ダブね、ダボ投げて、オッケー、ダボってよ、ダボるよ、頼む、見といて。うん、フラグ。おお、おお、イエーイ。あらら、見てた、見てた、見てた。ナイス、ナイス、いい勝負、ナイス。ホールだよ、いい勝負じゃないよ。私次は、いや、そろそろ、そろ、エミ多分打ち切れるよ。そう、そうね、割れるかな、そろそろ。あー、そろそろ割れるよ、そろそろ、そろそろ。うん、ちょっとね、そう、スカッチでさ、パイロットたちもいるんかな。いや、待って、スカッチがないじゃん、普通。残さないで。あー、打ちミスした。だんだんずれてる。うわー、こんなんで、こんなん見た、今見た、やったよ。幅が出て、幅が、ちょっとやったよ。私もリプレイ出てよ。お前見向きもしないで行っちゃった。あれ、あれ、よしみのリプレイ流れてる。ちょっと見て、お姉ちゃんと見て。見てなかったでしょ。あれ、あれ、流れた。お姉、早く行っちゃう。危ない、早いよ。あっち早いからさ、天品残ったら絶望だから。やった。え、すごくないこれ。本当だよ、5分終わって、ハイレベルだよ、ハイレベル。頑張ります。俺がストライク出ないとダメなんだよね。頼んだ。あ、風富さん、ありがとうございます。強い。いった。おー、おー、やったー。待って待って、南砂ってこんな選手来るんだっけ。こんなことある。じゃあ俺の穴にちょっと思うと3振り痛いね。ほら、クリスさんも今日もありがとうございます。クリスさんありがとうございます。頑張ります、ね、ちょっと待って、姫、お姉、姫って呼ばれてる。姫って何だよ、姫って。なんだよ、姫って。なんだよ、姫って。なんだよ、なんかおかしい。なんだよ、姫じゃないだろ。姫で、姫だよ。イエーイ、すごい。そうでしょ。みんな見てる。すごい。おい、1ヶ月半ぶりのやつには負けたくないんだよ。本当だよ、本当に負けたくない、1ヶ月半ぶりのやつに。ショックだよ。いや、よしみプロの見せ場が見たいですって。見とけ、哲也プロ、よしみプロのが見たい。見せ場ストライクしか出さないから。やべえ、トップしないでくれ。見せ見せ、うわー、うわー、うわー、怨だよ、似たようなもんだよ、裏も。マジで大きな違いは、私はヘッドピンに当たってるから。いや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 、やば、変わらない、変わらない。順番分かんなくなってくるっていうか、スコアさ、順番分かんない。これどういうこと、どういうこと。スカッチでこんなんないですよね、あんまり。ないよ、ね、スカッチでパーフェクト出したら誰も。やばいね。いやすごいよ。すごいね、スカッチじゃ。でも多分そろそろさ、あ、これはさ、ダメだろ。いや、ちゃんと投げ。おー、なんで、なんで、マジで。すげえ、やば、やば。ちょっとパーフェクト狙って。すげえ、すげえ。はい、こっちもあれもなかったらさ、続いてた。俺なんかだんだん嫌になってきちゃって、投げんの。頼んだ、任せろ。さあ、全然違うとこ投げちゃった。嘘だよ。言い訳し、いいよ。じゃあ本当に首寝違えちゃってさ。首寝違えちゃってさ。ちょっと、よしみプロ、ゆみプロ、質問よろしいですかって。はい、なおやさん、オッケー。うちらにはないんですか。え、待って、これさ、うちらにはないんですか。私たちにはないです。ないんですか。なんでしょうね。まあ、打ってないやつにはね、もう何も言えないよね。質問、メッセージください、コメント。はい、ナイスカバー。あ、やばい。怖い、怖い。出てプロ、朝弱いんですか。そうよ、こっちだよね。そういや待って、朝じゃない、朝知ってるだろ。朝じゃない、もうお昼過ぎてる。お昼です。いや、ちなみに今日は名古屋から来たから、俺一番早く。あ、そっか、そういうこと。
そういう直できたの。そうです、直。これすごいね。大忙し。でもちょっとここまで来たらさ、うん、300出してほしいよね。ね。あ、それはそう。もうやらんねん。何なんこれ。え、こんな。だ。素晴らしいね。こんなんあるの。あの南砂の皆さん失笑してますよ。失笑だよ。むしろもう見てもいない。見てもいない。何あれ。バリエーション豊かでしょ、こっちのチーム。違う、なんか今日みんな優しいんだよ。なんかリュウイチプロやるってさ、褒めてくれてるね。びっくりしたん、優しい。優しいな。ほら、奥下さんやめてって来てるから。あ、いけ。ねえ。なんかさ、全然さ、こっちチームまあまあさ、点数高いんだよでも。っていうかすごいよね。やばいね。ラッキー、ラッキー。だってもう急振れでしょ次。徹夜プロ以外すごすぎ。そうだよね。確かに。俺以外みんなストライクでしょ。そうだね。ああ。あ、いやいいんじゃないこれ。うわあ。ナインコール来たー。マジで嘘でしょ。ナインコールだよ。すごい。スカッチナインコールはすごいわ。すごいよね。初めてだよね。俺初めて見た。初めてだよ。でも自分2回裏ですけど。あれ私の番じゃなかった。いや俺ストライクしたから合ってるよ。合ってる合ってる合ってる。あ、そうだ、ごめんごめん、私の番そうだ。すごくない。一番分かんなくなってた。ナインコールだよ。違う、あゆみでも全部ほぼ完璧だもんね。いや自分も完璧ですよ。完璧じゃないわ。あ、惜しい。なんだよ、俺打てないよ。まあでも天品、あ、テテさん天品 はいけるね。天品は取れるよ。そうだね。待って、もう1ゲームじゃ80点ぐらい差がつくってこと。早っ、投げる。テテさん、ちょっと適当じゃない。ナイス様です。いや、でもさ、私たちに220ってまあまあ高いよ。すごいよね。これでもすごいわ、マジで。ね、そうですよね。いや、マジですごいよね。あの裏のヘッドがマジ効いてる。いやいや、っていうか裏のヘッドと裏もあるしね。輝いてるから、そうだけど。輝いてるから。え、次、テンフレットは龍一だっけ。龍一だよ。いや、だから自分、あと2回投げなくちゃいけないんだよ。締めが龍一だよ。じゃあ、まあ、僕らのスコアはどうでもいいんですけど。そう、龍一が次投げて。じゃあ、ちょっと注目をしてください。じゃあ、あとあのこの私があと2回投げなくちゃいけないっていう、頑張れよ。絶望的な状況で動画。よし、本当だよ、龍一が。スカッチで龍一頼むよ。龍一が2回投げないと。頑張りますよ。みんな見ててね。見てて。裏でここででもさ、ある意味あー守る。あーなんだ、惜しかった。ちょっとやりすぎだよ。裏まで行っちゃった方が良かったね。力部はちゃんと投げない方が良かった、ね、ちゃんと投げ、そうだよ、ちゃんと投げない方が良かった。あれ、私が取らなきゃいけないって。あれ取れるだろ。あれは取れるだろ。2番ピアの久々のスペアは怪物的なんですよ。279っていうかさ、どこ狙ってるの龍一。さっきとこれ全然違うもん。じゃあ龍一最後ストライク。はい、頑張りましょう。27だよ。27。これさ、そんなことある。勝利者賞もすごいことなんじゃない。あ、そっか、勝利者賞、そうだ、勝利者賞3ゲームトータルだもんね。だから両チームに勝たないといけない。そうなんですよ。みんなはよし。だからみんなからしたらちょっと大変かもしれないですね。ちょっとハイレベルかも、ね、ハイレベルすぎるだろ。ああ、これはいいんじゃない。あ、薄い。意外となんか早いね。ちゃんと投げてるだよね。ちゃんと投げてる時の方が良くない。1ゲーム目お疲れ様です。多分さ、ちゃんと投げてきたからだんだんスコア出なくなってくる。そうだ、まだ待って、まだ10秒いってる。50ペー差ついた。よし、え、どんどんいく。どんどんいっちゃった方がいいですか。じゃあ消毒だけしましょう。消毒だけ、はい、30分だったら。消毒だけお願いします。はい、すごい、皆さんめちゃくちゃ仲がよろしいんですね。なんかいや、そんなことないです。なんか喧嘩。ありがとうございます。そんなことない。早いよ、ステースに。すいません、ありがとうございます。ナイスってきてるよ。ありがとうございます、皆さん。
もうこのさ、クリスさんの姫って書いてるのがさ、姫でいいじゃないですか、姫でいいじゃないですか。姫かよ、あゆ姫だから姫なんです。あ、姫か。さっきの直哉さんからの質問。直哉さん、はいはい。あゆみプロ、よしみプロの卒業どう思う？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 どうとは？どう思う？いや、卒業どう思うってどういうこと？おめ卒業はおめでとうなのか。そうでしょ、おめでとうだ、ね、おめでとうだと思う。で、新たなね、人生の岐路に立っている。岐路に立っている、岐路に立っている。そうだよ、今ね。でも考えたら卒業ぶりだ、ラウンド1。そうだ、ライブというか、皆さんと投げるのが。はい、ブンライト来ましたけど。ブンライトが来ましたので、誰だ、じゃあどうする、次。テツヤさん、テツヤさん、え、俺が投げるんだっけ。2ゲーム目は入っちゃう。じゃあテツヤプロからで。また俺、じゃあ交代しましょうか。交代しましょうか。次は交代で。交代、OK です。交代で。吉見プロから。ゲージ、ゲージ先。はい。私からでいいんだよね。じゃあ、はい、吉見の。大変。あ、マリさん、両チームナイスです。ありがとうございます。OK です。ナイン、あの、ムーンライトで。頑張ります。見とけ。見とけ。なんか久しぶりに投げる、ムーンライト。ここでも見えますね、ちょっとね。そうだね、明るい。それがね、スタートしたら見えないよ。いや、そんなことない。見えない電波はもっと見えない。見えないよ。あ、照明があるからね。うんうん、明るいね。見えないものがある。ちょっと待って。まだ早かった。早いよ。気合入っちゃった。ちょっと。いや、でももうみんなスタンバイしてるから、左側はね。一回。これさ、くるくる回せば刺さるんだよ。うん、そういうね、いたずら、そういうことしちゃいけないんで、そういう小賊な手しない方がいいよ。始まる、始まる、はい、始まる、始まっちゃうよ。よし、ちょっと待って、けん玉さ、手に汗かいちゃった。よし、まだ投げないでくださいって。オッケーイ。打ちミスした。いいじゃない。あらららあらららら、お湯乗っちゃうと飛ばないんだね。あらあ、投げた瞬間手応えはあったんだけど、ごめんな。じゃあスペードはリプレイ、はい、リプレイ、リプレイ流れてる。なんかなんならセブン、不満そうな顔してるよ。セブン点残りそうだった。お友達まあさ、天品だけだったらいいや、もうずっと楽でいい。取りまーす。天秤と友達なの。そうだよね、天秤セブンピンが逆だもんね、右左。そうそうそう。よし、お疲れ様です。軽くよかった。よし、で、じゃあ今度は龍一がまた奇跡のストライクを。さあ、ノーヘッド。よし、もう一回ノーヘッドストライクです。ノーヘッドストライクを。はい、よしみプロは今フリーですか。はい、スティールスポーツ所属になりましたが、センターはどこにも所属しておりません。センターがフリー、メーカーもフリー。メーカーはスティール。スティール。あ、メーカーはスティール。今強一だったんじゃない？強一、強一ですね。合わせてきた。今度合わせてきた。これだんだん力入ってくるよ。だん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 。ストライク辛くなってきますよ。さあ、そろそろ出してくれ、ストライクを。頼むぞ。オッケー。おお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 お、ナイスカバー。よし、取れた、よかった。これさ、スマッチでさ、オールスペアショーもすごいじゃない。いやだよ、俺2投投げたくないよ。残品ばっか取りたくないよ。いまだにまだ2投目投げてないんですよ。あー、すごい。お、またストライクじゃないね。あああ、だんだん、いや、いいよこれ、だんだんコロッコが出てきたよ。ユージがスペアだよ。まずあれ取れないもん。むずっ。嘘。あれ難しいよ、これ取れない。そうか、右、右チョップだよ。後ろのピン、えこれ、ないない、あ、ないか、後ろ倒れた。そうか、そうか。でもチョップだね。1ヶ月半ぶりのスペアを狙います。3番ピンチョップだよ、3番ピンチョップ。よくある。あ、サリーさん、また町田店にも
ちょっとタイミングあればどっかで顔出したいと思います。やばいやばいやばい、やったー、取ったわ、ナイスカバー、スペア取れたよ。ちょっとそろそろストライク出したい。もうちょっと俺スペア飽きたよ。オッケー、頼む。オッケー、あ、誰も見てなかった。何？カメラに誰も見てなかったよ。見て、せっかく入ったのにさ、誰もちょっと私も見てなかったってことや。見てた見てた、どん誰も映ってなかった今。あ、誰？ Aマーク入ったのに誰も見てなかった。うん、リュウイチだけで見てくれたの。あ、これはいいんじゃない？おお、これチャンスあるよ、まだ。これはチャンスあるな。出てきたよ。おお、出てきた。これは、これ出てきた。しっかり投げたよ。これ出てきた。これは、ちょっとリュウチを思いっきり投げて。思いっきりですか？1ヶ月半分、1ヶ月半分よ。思いっきり投げて。指が動かない。腕が取れちゃうかもしれない。次リュウチ投げるの7月だから大丈夫だよ。あ、そっか。じゃあ頑張ります。ちょっと頑張ってみます。狙うってことね。狙う。この後組むの私たちそれぞれ。お。残念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 でした。まだ見てください。表示が50キロ出ましたよ。そんないかないよ。50キロはいかない。俺です。俺。はい。よし。ちょっと逆転するよ。よし。あ、今日渋谷さんが歩み応援するって書いてある。あ、本当に？ちょっと渋谷さん。お、やったね。また。じゃ、俺も今うまく投げたつもりだったんだけどさ。またあれ出た。ちょっとね。でもさ、もう遅くなり始めてる、ね。もう遅くなってきた。右もそうだよ。なるほど。ちょっともう一回あれ取ればいい。ちょっと難しかったから。例の変わり目ですかもう。ねえ。ねえ今。まあこれはスペア簡単でしょう。あ。大丈夫。ナイス。はい、これもうそろそろストライク出さないと順番変わらない。あらそうだよ。そうね、苦手なスペアがずっと続いちゃうから。これあゆみがストライク出なかったらずーっと、リーチがずーっとスペア取れない。ずーっとミスミスミス。あ、ストライクだ。あ、うわー、セーフ。俺も余裕ない。なんか伸びてきたよ。伸びてきた。伸び、ちょっとね、いや、でも手前で取れてきたわな、俺。手前？手前は感じなくなってきそう。お姉はそんなことね。うん、私伸びてる感じがする。毎回投げてるとこバラバラだから分かんない。いやー、おー、危ない。えい。危ない危ない。ナイスバナイスバ。コントロールが悪いのも得することってあるんですね。ナイスヨシミ、ナイス姫。アジャストしたから、ありがとうございます。アジャストして、よし、うまくいった。ちょっとダッチマンっぽくなって、よし、アジャストした。おー、いやー、いいボーリングですね。リプレイ、リプレイ、今リプレイ見てた。ジガジさん、クリスさん、ありがとうございます。あ、いいんじゃないこれ。リュウチいいか。あ、よし、おー、あ、でもさ、左取れんじゃない。でもまあ後ろあるからな。でもチャンスあるよね、取れなくはない。いや、まあまあね、曲がりつくなら悪いだけど。そうだね、あゆみちょっとボール曲がらないんだよ。あゆみボール曲げてみん、ちょっと頑張って、ちょっと頑張って曲げてみん。頑張って、曲がんないって。よし、早いよ、行くのが。頼んだよ。お、曲がった。全然曲がった。お、惜しい。意外と惜しかった。惜しいな。意外と惜しかった。惜しい。残念。やばいぞ。よしよしよし、やばいぞこれ。今56ピ離れてんだよね。じわじわと。意外といい勝負に。結構ね、まあ、ゆずかってくる。意外といい勝負になってくるよ。いい、ダボればまだ、ダボればチャンス。さあ、おお、おお、すごい、見たかった。ローマに100以上あるんじゃない。いやいや、やばいね。よし、さあ、さあ、よいしょ。竹原さんのあゆみちゃん、少しフィニッシュ変わった。あ、え、変わりましたかね。本人自覚、本人自覚なし。自覚なし。変わってないです。あ、風ダメさん、自分の感覚ではあまり変わってない。風ダメさんとクリスさんがありがとうございます。イエーイ。おい、おー、やったー。
よし、やったー。まだ分かんないぞ。俺龍一とさ、はい、次のシフト組むんだよね。一緒です。3シフト目組むのよし。そうです。あ、やばいじゃん3シフト。多分指持たないね。親指痛い。親指がもう痛くて。どうにかするね。左投げになるかも。やめろよ。あ、今日ハルト君が投げてくれてる。そうやもね、さっきコメントもらってましたね。あ、ごめん。あ、分かんなくなってきたぞ。ごめん。しかも難しくない、あれ右利き。取れるよ、取れる。見せ場作ってんだ、見せ場。取れるよ。ちょっと待って。右で。判断。え、どっちこれ？カバーボール？いや、一投目じゃない。あ、でも。バックアップ。よし、いや、バックアップしない。おい、バックアップやってみ。いや、最近やってないからさ。そうだ、多分普通に一投目でいいんじゃない？え？え、待って。そう、じゃあスペアボールでいいんじゃない。スペアボール、うん、の方が同じところ、まあ、寄ればいいだけなんで。じゃあ皆さん見てください。待たないでください。朝川より無理じゃね。どういうこと。宇都宮の人。あ、そういうことね。出てくるじゃないってことだ。うまい。惜しい。惜しい惜しい惜しい。あーあー、残念でした。なんだよ。ちょっと取ってよ。ごめん。たまちゃん、たまちゃんさん全部参加してくれるって。やった。コメント来てる。まあまあ難しいの残すってやつやん。そう、うん、よし。ちょっと追いつくチャンス。頑張って。すいません。つなげろ。いや、これはつながんない。残さないで。ダメだ。残しちゃダメ。打ちミス。あー、よし。いやー、立たなくなってきた。でもワンマークしかない。ワンマークだった。そうなんだよ。ちょっと俺のミスみたいな。両サイド怖いんですよ、両サイド。あ、危ない危ない。あー、ごめん。大丈夫。危ない。よし。危ない。あのカメラちょっと向こう向いちゃった。よし。さあ、7番ならいけるっしょ。いやー、龍一だとな、曲がっちゃうかもしれないしな。裏のヘッドするぐらい。え、これ来るの？おー、大丈夫でした。取れた。いや、大丈夫でした。ナイスナイス。30ピンぐらい縮めたいね、ここで。まんま。カメラ動かした方がもう大丈夫ですか。大丈夫でした。すいません。リュウジ気をつけてくれよ。取れないのか。足が短いから。足短いからまたぐの大変なの。いきます。おお、危ない。おお、刺さり始めた。ストライク出ないな。すまん。ストライク出ない。これはこれは。よし、とりあえずカバーな。お互いない。1ゲーム目の勢いどこ行った。あ、危ない。ナイスカバーです。ナイス。大丈夫やろ。よし、よし、私、はい、サリーさん、全シフト参加しますと。ありがとうございます。あ、違う。あ、そうそうそう、私。いや、そうだよね。そう、私、私。さあ、さあ、ちょっとさ、あ、ボール、さっきまでのストライクラッシュ。ボール変えようか。お、ボール変える。ボール変える。ここでボールを変える。本当？ボール変える。本当に？本当？何に変える？いやー、曲がっちゃうんじゃないの、ここ、ま、ボール変えたら。嘘だ、曲がっちゃうな。ハイブリッド。いや、ちょっとやめてくれる、そういうボール投げると。この後に影響出るから。3シフト投げんだよ。ねえ、何？どうして3シフト投げんだよ。やめろよ、そういうボール投げんの。いや、私はこれでいく。絶対ビッグフォーだよ、これ。あれさ、600番ぐらいかかってる。絶対、ま、なんで、ま、あ、もう終わってる。もう終わっちゃう。ムーズ。あれ、あれは無理だよ。ちょっと、あ、終わっちゃった。あれは難しい。キキキだと、あれはちょっとやめた方がいいよ。よいしょ。あれ、あれ何？アテンション。アテンション。アテンション T。よし。アテンション T。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 よし、これチャンスあるよ。これミスだよ。あ、取った。お、取れない取れない。あ、取れない。ちょっと左に立てばよかった。取れない。よし、なんてこった。じゃあちょっと頑張っちゃうか。パンチアウトしちゃうよ。頼んで。あ、パンチアウトじゃなかった。頼んだよ。じゃあストライク出すか。あれ、これちょっといい勝負になってきた。いい勝負なんだけど。いい勝負。ちょっと泥試合っぽいスコアが。まあ1ゲーム目とだいぶ変わったね。どう？お、
だね。あゆみさん頑張ってください。 IQ に戻す。え、いいんじゃない、アテンションで。アテンションさすがにちょっと終わっちゃって動かなかった。やめな、やめな、終わって動かなかったから IQ 頑張って頑張って。先もうちょっと来るやつ持ってくればよかった。いや十分来るからあれ、ちゃんと。 IQ って緩いボールなの。天秤だ、だこれはミス、ミスだな。いやーねー、 IQ 私の軸だとああなるんだよね。よし、あっちこっち残る。一番大好きな天秤、1ヶ月半ぶりに来るってこと。多分取れない天秤。1ヶ月半ぶりだ。1ヶ月半ぶりだけど取りますよ。っていうかさ、27160。それはローハイ110。いや、まあ、160いかわかんないこれ。お、取れた。ほら、ほら、上手、取れた。天品上手。今 100% ですよ、かぶりたら。なおやさん、昨日誕生日だった。なおやさん、今日嫌な予感。おめでとうございます。嫌な予感ってどういうこと。そんなことないでしょ。めでたい。え、昨日だ。昨日、昨日、昨日誕生日。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、頼んだぞ。よし、ストライクだ。よしこさん、あ、ほら出るんだって。俺無理だよ。あらららら、俺のパワーじゃ飛ばないんだから。お前50キロ出せばいいんですよ。お前俺の50キロ、俺のパワーじゃ飛ばないんだよ。50キロ。ボーリングって難しいな。なんだよ、なんだよ、差が縮まらないよ。し、取るぞ、頑張るぞ。お、うーん、シーン。すいません、すいません。あ、私飛ばさないとだよ。あ、これだって全部いったら171までいくよ。そうだね、4人さんになるよ、ね、頑張って、あゆみさん。ちょっと直哉さんからテレビのリュウチブルを質問よろしいですか。ちなみにリュウチのリュウがちょっと違うよ。惜しい、ちょっと違う。リュウはそのリュウじゃないんですよ。リュウ、難しい方のリュウです。あのリュウ書けないもん、俺難しくて。嘘。質問ぜひどうぞ。あ、タップ。あ、うわー、どうぞ。10ピンぐらいしか縮まった。15ピン縮まったよ。15ピン。最初の1ゲーム目のさ、4人のあの勢いがどこ行ったの。さあ、2ゲーム目静かだよ。めっちゃやばい。すごい、1ゲーム目さ、2チーム合わせて500ピンだからね。すごいよ。すごい、シーンって。すごいな、あんなに盛り上がってたのね。え、はい。おお、ナイスパワーです。やったー、取れた。待って、これ、15ピンってことで何ピン、あと40ピン、50ピン、ま、だ40ピンだから56ピン差だったから、そうだね、40ピンぐらいだ。あと40ピン。お、哲也プロ、大会で龍一プロ勝負でどっち勝つ。私ですね。バカ野郎、お前。お前、お前。あ、惜しい。ダメだもん。言ってやれ。ボール合わなくなっちゃった。言ってやれ。なになに、1ヶ月半ぶりだからね。ほら、僕が勝ちます。なおさん、龍一の龍が違いますね。そう、龍一の龍が出てこないじゃない。そう、そうかな。難しい方ね。難しい方です。龍一の龍が、あの、違います。はい、ナヨさん、僕が勝ちます。もちろん大会だから。2ゲームが終わりました。はい、はい、今のところチーム兄弟が、あの、有利というか、いや、だいぶ、はい、だいぶ優勢だよね。はい、40ピン差。よし、そしたら、あの、ちょっと時間もあれなので、もう消毒していただいて。はい、え、そう、3ゲーム終わってるよ。ちなみに第1シフトの、はい、アルコール消毒終了時刻は何時でしょう。2時半ですかね。はい、2時半に投げ終わりは、投げ終わりは2時15分。そうですね、投げ終わりが15分前なので、投げ終わりが2時15分なんで、はい、皆さん2時15分に投げ終わってください。はい、今まだ、でもまだ1時20分、まだ1時半。違うんだよ、やることあんだ。はい、お客様はゆっくり投げていただいて大丈夫なので、はい、ちょっとイベントが押し押しなので、はい、押し押し。やるイベントが、3番勝負あるから。3番勝負、まあ、あと2個やんなしがいいからね。はい、じゃあ、はい、やりますか。どんどん、はい、そうですね。じゃあ順番もう一回最初に戻るの。戻るよ。戻りますか。はい、哲也プロからお願いします。じゃあ300出そっか。はい、そろそろ。はい、ぜひ頑張ってください。はい、お願いします。じゃあ3ゲーム。300出します。その後に、はい、あれだ、ナインテントね。あ、はい、キプラッシュさん。キムラッシュさん、カロクさん行ってきてくれる、ありがとうございます。
木村さんありがとうございます、今日も。あ、直也さんが私とあゆみどっちが勝つって言ってます。どうでしょうね、どうでしょうね、どうでしょう、その時のコンディションによって。おぉ、どうまいです。いや、まあちょっと暑かった。いや俺は悪くない。ちょっと暑かったよね。全然俺は悪くない。俺は悪くない。ジャストじゃないよね。いや、俺は悪くない。ピンが悪い。ピンが悪い。ピンが避けた。ちょっと8番ピンが避けた。よっしゃ。はい、ありがとうございます。よし、はい、もう一回行くぞ。次はあゆみさんからね。オッケー。よし。いやどうしようかな。ちょっと打ち寄ると7番飛ばないし。昨日リエさんのチャレンジどこで。昨日は鹿児島じゃないかな。あ、鹿児島ですよね、福ちゃん。確か、はい、ありがとうございます。福ちゃんさん2日連続でチャレンジ抜ける。おー、ありがとうございます。やばい、やばい。久しぶりだ。久しぶりに1等目が来る。あ、ウッシーさん、ウッシーさん、いや両方出ていいんですよ。昨日も、昨日ノイユイチャレンジやって、僕中川にいた時両方投げてる人いましたよ。嘘、両方っていうか投げ終わって、出して投げ終わって。あ、そういうことか。てかすごい、今日もリエさんはチャレンジマッチなの。そう、宮崎じゃない。使ってるボール教えて。使ってるボール、3人 IQ で1人何、よしみ何使ってんの。あ、よし、 IQ やめたんか。 IQ 投げてない私。そっかそっか。おー、だよ。チャンスある。よし、またチャンスある。哲也さんのは何の IQ ですか。 IQ2 エディション2 リュウイチ P は。私は初代の IQ2 エディションです。あゆみの私が IQ ツアーナノパープル。そうそう、ナノパープル。あれね、めちゃくちゃいいボール。そうなんです。ちょうだいよ。光らせちゃった、あげない。ちょうだいよ。低感性、低感性も IQ は 2.48 49か。イエーイ、やった、やった。いいよいいよ、いいよ、嘘でしょ。ジッチさん、よしみプロのウェアいいね。僕も一緒ですけど。ありがとうございます。お揃いなんです。これですね。全然。何のデザイン？お揃い。ありがとうございます。これ僕らのデザイン、デザイン、ブランドです。コバ TV？ コバ TV とまあちょっと違うかな。まあ似たようなもんだけど。おー、やばい。おー、ナイス。おつめ。来たよ。3ゲーム目はちょっと頑張ろう。よし。よし。負けないぞ。よしよし。あ、クリスさん、パンツスタイルが珍しいですね。いいじゃん。ちょっとスカート履こうか迷ったんですけど。いや、いいんじゃない。全部違うように。よし。さあ。どうぞ。よし。さあ、ターキーなるか。やめて。頑張れ。やめて。おお。すごい。なんとなんと。頑張るよ。はあ。なんでだよ。なんでだよ。絶対に剣玉勝負に持ち込んでやるから。いくよ。剣玉勝負。いや、剣玉勝負。そしたら剣玉勝負、剣玉が一番泥試合になっちゃう。そうね。おお、いい勝負ですね。あ、ね、龍八さんがさっきのゲームは調整が、はい、そうなんですよ。ちょっと疑惑が、疑惑が浮上しちゃって。微調整。2人がさ、噛み合わないとさ、片方がストライクでも片方がね、これでも面白いよね。こういうのってやっぱスカッチってこういうのだよね。多分こういう流れだよね。流れがある。不思議なもんだけど。でもこれが一緒じゃダメなんだよ、相手ちゃんね。そうなんだよ。でもそろそろノーヘッドするんじゃない。いや、でもちゃんと投げてるよ、意外に。えー、クラッチーですね。なんでだよ。なんでだよ。やったやった。ちょっとさ、いやちょっと実力が出ちゃったな。実力が出てる。実力以上が出てる。実力以上出てる。ちょっとなんだよ。押し付けないよこれ。本当だよね。高麗人参が近づいてきたよ。だんだん。いいんじゃない？これは。頼んだ。うえー。ナイスです。なんとなんと。よし。よし、これやっぱさ、ストライク出ると盛り上がってさ、やっぱ出ないと盛り上がらないね。よくわかる。シーンってなっちゃう。ねえ、2ゲーム目すごい静かだったんですよね。なんか1個落ちてる、私の。よし、よし。
ちょっとそろそろ頼むよ、よしみん。どこまで続くかね。クリスさん、ありがとうございます。さあ、どうだ。あー、これは打ち水だろう。あー、よしよし、よしよし、まだわかんない。やばい、いい勝負です。これで6番ピンはやばいよ。これでまだわかんない。6番ピンは多分ね、まだ、いや、そう思うでしょ。6番は大丈夫じゃない。そう思うでしょ。違う、天秤とかまだいい。多分うまく狙いすぎて天秤の曲がらない、抜けちゃう。あ、ダメだ、取っちゃった。上手。完璧です。ダメだって。ダメだ。よし、290点いこう。自力で頑張ろう、これは。はい、じゃあ、頑張ります。え、ジョー・ウィックさんも姫って言ってるよ、おねえを。ジョー・ウィックさん、誰だ。ジョーさん、五十嵐さん。五十嵐さんがジョーさん。五十嵐さん、ジョーさん、五十嵐さんいない。姫っておねえよ。ごめん、嘘。はぁ、ま、いい具合に倒れそうだったよ、ね、熱かったんだ、ね、またあそこだ。あの8番ってちょっと良くないね。ちなみにね、8番ピン取れない率が高い、私。そうなの。そう、そうなの。オッケー。もう待って待って待って、ここね。取れた。はい、ナイスカウント。ええー、ねえー、よし、私だ。落ちた、落ちた。お、おい、やった。夏美ちゃん、負けたチームはスタバでいちご、あ、いちご出てるんだね。私ね、昨日、おとといも飲んだ。2日連続飲んでる。俺今すげえ頑張って、ちょっとめっちゃ、ちょっとどう、節制してる、少し。え、わかんない。いやいや、もう少しあれなんだ、絞った。出てった。お、おい、ドライク。いいんじゃない。結局一緒だ。一緒だすごい。いいよ、頑張って。じゃあこのチーム、これ、このゲーム勝った方にしようか。急に内容変える。ちょっとおかしいよね、今ね。よし、いくぞ。よし、はい。あ、ちょうど。あ、またムーンライトが。ムーンライト。さあ、けん玉練習。はい、けん玉練習をお願いします。よし、けん玉ちょっと軽いですね。ちょっと軽い、球がちょっと軽い。あらららら、なんか動きが、球がちょっと軽くないですか。けん玉なんかさ、私多分ヨステレでやった以来。違うよ、あれやったやん。それは誰も落とす。そういう、あの姉妹で同じこと考えない方がいいよ。ずるい、ずるい、姑息なことやめた方がいいよ。じゃあ、ストライクよ。おぉ、おぉ、すごい。あ、ちょっと隠れてた。あ、俺が邪魔した。違う、剣先にモニターで見えてない。おぉ、すごい。え、めちゃくちゃ上手。え、あ、入った。違う違う、俺の違うよ、今、俺のリプレイ、俺のリプレイ。あ、ない、ない、ない。皆さんの、え、ないですか、僕のリプレイ。すごい、なんで3時間で皆さん、剣玉も上手くなって。今、見た、早めのリプレイ映ってたから、多分。そう、テスヤさんのリプレイだよ。あんなこと、え、テスヤさんだったらなかった。え、お、え、すごい。俺よしみ、お、なんか身内だけど回さないでしょ。頑張ります。映ってないんですよ。映ってないないと言うようですよ。はい、ゴー。えい、おー。かなり残ってる、かなり残ってるって。またあれだよ。ララ。え、6本残っちゃってます。後ろある。あれさ、後ろあるよ。6本だよ、6本取れるよ。でも右の人からしたらこれ別にね、あれでしょ、なんてことないよ。ねえ、ちょっと待って、ってことは3枚ぐらい。なんてことない、こんなの。3枚で足りる、それ。こんなの超イージーだよ。4ぐらいがいい。ねえ、うわ、危ない。よし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 、取ったよ。レジ279を狙おう、また。今日のいい感じだね、この前回のさ、覚えてる、まあ、いや、違う、みんなが声がでかかったんだ。よし、内助の子だって、クリスさんが。ありがとうございます。内助の子、内助の子って何。内助の子、私が助けてる。あー、そう。うわー、危ない。あっち割れないんだよ。危ない。惜しかったです。危ない。
セーフ。ちょっと次のこと考えよう。次のこと次の何点考えよう。何点今何点考えてるから、はい、だって何点これと別にやるんですか。そうだよ、そうですね、もちろんこれと別だよね、はい、行います、はい、よし。まあでもまだ勝負は分からない。これさ、そうね、これさ、あれだね、やおじあれ回転する、あれ、曲がんなくね。あぶねー、危なかった。今誰と喋ってたのね。通信してた、やべやべやべって通信してた、通信宇宙と通信しゃあ、もう勝てないけど頑張ろう。そうだね、サンフレで40点はつかないでさ。そうだね、ウェーイ。絶対今自信ないよね。ちゃんとちゃんと見て帰ってきて。え、見なくてわかる。 今ギリギリだった。見なくてわかる、ストライクだ。あ、サリーさん、ヨシミプロマスク使ってます、ありがとうございます。優勝記念マスク。さあ、おおい、あー惜しい。今一瞬見えたのね。いや、さっきもそうなんだよ。さっきからね、セブンピン見えてる、ずっと。なんだ、よし、おねえ、セブンピンだったらさ、おかしいな。そうだね、セブンピンだったらさ、チャンスある。チャンス、まあ、待って、向こうからワンミスすれば210点。そうでしょ、うちら250点までいくでしょ。まだわかんない、そういうこと。まだわかんない、ちょっとそれを1回耳見せて、これ。あー、これは取れちゃうもんな、まあ、セブンピンじゃないかも、怒ってるんだね。じゃあ、うちら頼んだよ、怒ってるんで。ここ大事だね。よくやった、大事な場面だ、ここ大事だわ。ダブルフレ、ダブルはまだチャンスあるね。そう、諦めたらそこでおしまいだ。あ、ちょっとね、いける、逆転してやる、逆転してやる、よそ、じわじわ来てるな、まだワンチャンあるよ。そんなバカな、そう、今スコーン抜けちゃった手から。逆転しよう。ちょっと自分で言うのも変ですけど、ボーリングちょっと良くなったと思いません？調子良くなってきた。去年1年間悪かったから。そうだね、今年は良き、今年覚醒するよ。今年良きよ。今年3勝ぐらいできる。いや、ちょっと難しいけど大丈夫。あ、これはね、熱いんじゃない？熱い。惜しかったな。なんか投球が良くなることにだんだん結果が悪くなってくる。いや、でもいいよ、感じ、いい動きになってきてる球、ね、これどう全部言ったら勝てる。だって11がまたセーフで投げるんだよ。そうだね、1投目200、まだあるの、もしかして63点だから向こうが、まだ分かんない、向こうがワンミスで点目ミスから210切る、あるね、210あるわ、ある、まだある、あるよ、まだあるよ、試合ミスって1回、これ面白くしたいから。ミスって、あ、取ったわ、取った、ちゃんと取りました。そうです、でもこっちはパンチアウトしないと可能性ないです。じゃあパンチアウトしちゃうか。うん、頼んだよ、はい、頑張ってください、頼んだよ、よし、本当に40ピンぴったり、ピッ、そうそうそう、ね、40ピン差で、どう、良い、おお、プレッシャーをかけて、よっしゃ、そっか、カウントも近いから、そう、そうワンミスするともうワンミスと1ピン差で負けるよ多分。そう、9本ミスで1本、1本、そうですね、よし、そう、スペアだからさ、え、とりあえず来ないとダメだ。いい勝負なんですね、いい勝負、さあ頼むよ、よし、ストライクだ、いけー、おストライク、よっしゃ、これでさ、ミス待ちになったよ、ミス待ちよ、いい勝負よ。でもあとカウント大事ですから、ここの、そうね、そうだね、そう、カウントも、カウント7本とかダメだよ、おお、今俺7本ぐらいだと思った、いや、だから思ったよ、7本ダメだよって言ったら、だから今ちょっとあのガッツポーズできなかった、危なかったよ。ギリギリ、なんならビッグファイブとか残りそうだった今、もうちょっといっちゃったから、よし、レイチ、じゃあ7番残してくれ、セブンテーマやめて、セブンテーマやめて、なかなかの、ちょっと薄めで7番、ちょっと7番
7番が7番残る7番残るですね。で、マッシュアートが残るいや、でも頑張りますよ。そう、薄め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 、さあ、面白くなったね、これで。ね、あ、出た出たよ、あ、戻っちゃう。あーい、あーい、あーい、よし、決めた。うわ、負けたよ。本当に薄めにしようと思ってたんですよ。さっきまで厚め厚めで言ってたからちょうどよくなっちゃったんですよ。ちょっとこっちの喜び返してくれよ。本当だよ、こんなに頑張って250打ったのに、パンチアウトしたのに、すげえ頑張ったのにな。あーあ、いやー、ちょうどワンマークじゃん。これが先だったよね。そうだよ、ちょうどワンマーク。いや、いい勝負だったんだけど、もう一回あれ取れば63点でしょ、うちら52点だから。だからワンマークで、だから9本見せたらうちら勝ちだったんだこれが最初だったら、そうそうそう、これが最初だったら9本ミスで勝ちだった。なんだ、負けたよ。そう、負けたよ。なんだよ、接戦だったね。大接戦。うん、はーい、イエーイ、やったー、負けた。はい、東京お疲れ様でした。スカッツ対決、チーム兄弟が勝利ということで、おめでとうございます。まだ終わってないからな。あ、そうですね、1本取ったということで。そうだよ、はい、9点対決ですね、はい、行きたいと思います。 OK、 9点勝負。はい、こっちの隣のレーンで、46番レーンで、はい、はい、投げてませんから分かりません、はい、お互いです。なるほど、お互いね、はい、あ、待って、なるほど、ジョーウィクさん8連続中ってきてる。ジョンさんが8連続かな。ジョンさんあと4個でパーフェクトです。ちょっと続き教えてください、コメントどんどん。ではまずこのチーム勝利者賞っていうか、勝利者賞は664点以上の方が勝ちなんで、そうですね、投げてる皆さんはまず664点目指してください。頑張ってください。あ、そういうことで、そうそう、勝利者賞は664点ですから。で、この後今度はここからは僕らの戦いです。そうですね、はい、負けられない戦いがある。負けられない戦いが、はい、はい、バラさんお疲れ様でしたけど、まだあとまだ2つ勝負があるんで、店舗順に並べての誰がどこで投げてるのかな。アルコール消毒を、アルコール消毒をしましょう。はい、お願いいたします。ありがとうございます。さあ、私たちはこの後3番勝負に入ります。3番勝負、9点対決をして、うん、私たちがそれで勝てば1対1になるから、そうそう、剣玉に行くんだね。剣玉ね、剣玉にもちろん、はい、なるほど、そういうことか。あ、ジョーさん終わっちゃった。あ、チンってなった。あー、残念、惜しかったけど、でも27はチャンスあるから ね。はい、あ、はい、じゃあ9点対決の方、じゃあ9点対決いきましょうか。はい、はい、じゃあ俺から。あ、そうですね、これはもう作戦、これはもう好きな方でいいよね。あ、はい、そうですね、はい、じゃあプロから、俺から行くわ。何も考えてないけど、どっちでも変わんないか。変わんない。よっしゃ、じゃあじゃんけん、いきます。じゃんけん、9点対決頼んだ、任せろ。ちょっとレーンがさ、3番勝負の2番目ね、これ。ん、3番勝負の2番目どう、うん、どう、ほら、おー、これはじゃあいい感じ。どうする、じゃあ先に行こうか。だってさ、これで負けたら終わりなんでしょ、私。そうだよ、やだよ、あんな飲みたくないよ、絶対負けるやだよ、やるぞ。命がけで取ってくれ、ストライク出してくれ。命がけだよ。頑張ります。命がけだから。リュウチトップバッターなの。リュウチトップでよかったの。え？あ、でもテーブルの最初外見って。あ、なるほどね。ビッグフォーかも。曲がるもん、こっち。あ、おーい。惜しかった。惜しかった。球が今残りました。なるほど、惜しかったわ。これ私が次さ、ダボれば。そう、もうダボった時点で、あ、いや、まだまだ、これはスカッチ、これもスカッチ、これもスカッチ、これもスカッチ。あ、そう、あ、でもお好きに投げていただいても大丈夫ですよ。これは普通に行こう、何件だから、これは普通に行こう。あ、そうなの。だってそうじゃないとさ、スカッチかと思った、うん、ちょっとおかしくなるね。いいんじゃない。そっか、うん、これは普通に行きます。じゃあ私が先だったんじゃない。いいじゃん、ストライク出したから。はい、なったね。頼んだ、頼んだ。そっか、イエス、いいよ。これ何、ダボればとりあえずね。そう、ダボればまあまあだいぶ有利、優勢になるからね、うん、よし、行きます。まあでもね、でもこれ手振れ1投目、じゃあずっと手振れ、
そういうことですね。でもそしたら1投目の方がよかったね。お、まあいっか。だってずっと手振り投げんでしょ。花でね、ずっと。ストライク。そういうことよね。点振れも2投目も投げんでしょ。そういうことですね。全部点振れ担当するってことですね。そういうことね。担当すればやな。あ、なるほどね。ベーカーってことですよね。ベーカーになっちゃう。先行ね。うん、ベーカーになっちゃうね。え、ベーカーでいいの。そうだね。いいでしょ。だってリュウチがさっきスペアも。そうそう、だからそうそうってことですよね。そうだね。違う方が面白かったかもね。じゃあスカッチの次からは、次からそうしよう。通信止めからスカッチ、はい、今回はベーカー。本来はね、今回ベーカーでいきます、ね、今回はベーカーで、ベーカーでいきます。はい、もうこれでちょっと一勝一敗にしよう。え、これ食えば決まりでしょ。決まり決まり、もちろん。そうだよね、それは決まりだよ。頼むよ。ジャスト、ジャスト、よし、一勝一敗だ、一勝一敗。きたー。あー、けん玉来たよ、練習しよう。けん玉、けん玉。3ゲーム一生懸命投げて勝った一勝がこんな一瞬で。そうだよ、よし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 、あんなに頑張ったの。よっしゃ。オッケー。あー、薄い。いいよ、いいよ、いいよ。あー、オッケーオッケー。一応投げた方がいいですね。一応投げて。一応投げた方がいい。一応ね、一応投げて。勝ったよ、オッケー。サクサク勝ったよ。これパンチアウトでプラス10点とかないですか。ない。よしよし。おお、曲がる。しゃあ、けん玉対決もこっちでやるんですよね。あ、次はこっちに。あ、こっちでいいの。はい、戻っていきます。おお、なるほど、なるほど。いや、これむずいよ、これだって。ちょっとサクサクいこう。あ、待って、倒れてる。その後にいいんだけど、いいんだけどさ。まあまあ、ストライクを出さないといけないね。けん玉はそれどこでもいいんですよね。どこでもいいよ。どこでも大丈夫です。好きなとこでいいよ。刺さなくても、はい、剣先になってるんですけど、ちょっと剣先にってあれには書いてあってあるけど、乗っければどこでも大丈夫です。そう、諦めて終わらなそうだからね。俺もちょっと難しかったね。俺もいける気がする。剣先先に一人でこそれんしてるよ。これこれ、私が短くしちゃダメですか。ダメだよ、お前。それ余計押す。ずるするなよ。短くして。ずるずるするなよ。言うと一緒だよ。逆にむずい。曲がる曲がる。あ、しゃあ。みんなばっかりずるいよ、練習。しょうがない。え、ジョーンさんすごいね。3ゲーム目265、290。うん、ハンデコミだ。ハンデコミだ、すごい。ナイスゲームです。26だわ。29打ったら一気に上がるね。はい、あー、さあ、はい、内定対決がチーム夫婦がイエーイということで、今同点となります。残念。やったー、はい、残念。1対1ですね、はい、今、はい、1対1ですね、はい、次で決まりますね。けん玉、けん玉、皆様お待ちかねのけん玉の勝負となります。どっちが先行です。じゃあ夫婦、チーム夫婦からいきましょうか。これルールもう一回説明した方がいいんじゃない。はい、けん玉で、あの、剣先じゃなくてもいいんですけど、どこかに置いて、で、成功したらストライクを投げて、あの、ストライクを出せということになってまして、ストライクが出ないと、ま、あのタイムもそのままずっと進んでいっちゃう感じになりますので、ストライク出すまでやり直しという形になっております。わかりました。はい、タイムアタックで、はい、タイムをこっちで、あの、測らせていただきますので、はい、お二人のタイムを出し、はい、合計で出して早い方が、あの、勝利ということになっております。それはこれはあれですか、まず僕がやります、はい、やって終わったら次やってって感じですか。あ、そうですね、交互の方が面白いですね。交互の方が、わかりました、はい、じゃあ交互で、交互、あ、でした。時間、はい、時間なかったら、時間がかかったら1人しかできません。1人だけになりますので、はい、俺やる。哲也プロ行ってください。練習成果出すか。はい、じゃあ哲也プロから。そうですね、もうちょっと練習しますか。いや、もう大丈夫。もう大丈夫ですか。立ってやらないんですか。カメラの前で、カメラの前でやる。立っていただいて、もう乗せたらすぐでお願いします。あ、はい、立ってるの。いいですか、いいですよ。はい、行きます。スタート、スタート、だってすごい、一発、あ、マジ、ボールが、ボールが、いや、あ、戻ってきて、も
押してリセットですね、はい、できますかね、はいすごいシュールな、はい、ボールが来ない、入ってない、マイクボールが来ない、入ってます今、ああ大丈夫ですね、あ入ってた、あ来た、大丈夫大丈夫、ピン立つ、届かなかったんだいやこれむずいよこれ負けるよ、ボーリングができないよ焦るから剣玉のが上手、そう剣玉をめちゃくちゃ上達しておりますこれさリセットに時間がかかるねこれ後半の方が有利だ、ね、すごい、うん、おこれリセットに時間かかっちゃう、ね、だから一発でストライク出さなきゃいけないんだよそういうことだな、そういうことだ、いってくれあったやったー、はい、1分23秒、1分23秒、龍一プロ行きますか、あ私行きますか、龍一プロから、でも今ので1分半もかかってないんですね、そうですね、1分23秒だって俺入れるの上手かったもん、ボーリング上手くなかっただけだもんそっちでね、そっちでねこっちでね、1、2、3、はい、OK ですか、いきますね、スタート、はい、あら、いいよ、いいよ、いいよいいよ、いいよよしあーちょっと、ちょっと大変、大変妨害行為が大変、大変いや、出たよ、これイエーイ、21秒、やった、小林ファミリーの最終兵器ですから、最終兵器これやばいよでも2人はね、あのよしみプロも、はい、投げ2人合計の、2人の合計だからね、はい、2人の合計のです、だからこれでよしが7秒ぐらいでやるからまだね、挽回が始まって、挽回があるか、はい、歩みが1分超えたら勝ちだから、まず乗らないもん私はい、行きますね、では、はい、スタートでーす、はっ、はい、早く行け、早く行け、早く乗るよ、焦るとこだバタバタいや、わかんない、まだわからないので、はい、そうだよね、あゆみがね、そうですね、そうだよね、時間がこれね、失敗したらね、リセットがね、時間があるから絶対間に合わない、準備してちょっともどかしい時間がよっしゃー、いくよ、よし、お願い、もうダメだ、頑張ってください。頑張るよ。まだまだまだわからないので。チャンスある？どうある？あります、あります。あ！剣玉がまだ早い。もうちょっと高く、はいはいはい、もうちょっと高く上げないと。おい！お、来た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 。あ、ちょうどよくピンも。さあラスト。はい。よし。ラスト？いや、それ3回目です。3度目の正直です。よし、ストライクだ。これやばい。え、これちなみに今何秒ですか？今1分半ですね。今まだ？すごい。ああ、入った入った入った。リセットが効かない。リセットが効かない。効いた効いた。リセット。ヨシがそんなに急いでもまだピン出てないのいいよ、これはいいんじゃない、おーい、1分59秒ですね、よし1分59秒はい、怖そう、次は歩み、私のに、はい、はい、いや、マジで、いや、歩みが10回ぐらい、そうだ、分かんないよ、ずっとストライク出ないかもしれない、違うんだよ、入ってもストライク出なきゃいけないから、そうなんだよね、そこが難しいんだよ、4回目で、俺3回目、龍一1回目なのがいけないんだよ、これね、リセットに時間かかるから、一発で成功しなかったら、こっちの時間は意外に。
にあるんだよ。そうそうそう、意外と余裕。オッケー。はい、それではまいりますね。リュウチリセットスタート。そうだね、リセットが。え、よしよしよし、はい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 、引っ張れよ、ユニフォーム引っ張ってこいよお前。あ、大丈夫、それ来ない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 。そうだ、遅くなってる。合計タイムになってる。遅くなってるよ。合計タイムね。でもそんなに急いでもこっちまだなんだよ。でもさ、リュウチが23秒でしょ。もう大丈夫。3分ぐらい下がる。はい。お、こっちがまだなんですよ。なんかね、焦るとおかしくなる、ボーリングが。そう。ボーリングがおかしくなっちゃう。じゃあ構えて待ってればいいってことね。メンタル大事。あとあれが出てこないのがさ、焦るんだよ。あ、打ちミス？どう？うわー、よし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 。まだ熱い、まだ熱い。まだ当たりませんね。全く一緒よ、全く一緒。だってあれ目が6回ぐらい失敗したのね。それ来なかったら。？もっともっとだよ。7回か8回いかないとダメだよ。そうかな。うん。お、けん玉 OK。 みんなけん玉はそんなに、あれなんか難しくないことに気づいた。あれが出てこないからなかなか。けん玉ばっかり上手になってくる。でも、刺すのは難しいな。あの真ん中は、ね、それはもう終わんないもん。 お刺さった。見えてない。それはダメだろう。お、あー、1分17秒ということで、2人よりも早い。2人よりも早い。チーム兄弟の勝利となります。イエーイ、やったー。はい、うわー、3番勝負ということで、2本勝利されたのがチーム兄弟ということなので、あの罰ゲームがすごい、すごいよ、ね、2分ぐらい差がついた、はい、本当だよ。じゃあ今罰ゲームのご用意をしていただいております。じゃあしていいですか。乾杯。やったよ。はい、でそれすごい潔く、半分こじゃなくて半分こ、そうですね、お二人で飲んでいただく。うわ、やば、ちょっと入れすぎですよ。結構毒毒しい色をしてます。ちょっと絶対そっち少ないよ、はい、ほら、そんなことないよ。いや違う。あのカメラの前でぜひグイッと待って、罰ゲームでございます。乾杯。まだやっちゃう、はい、やっちゃおうか。はい、罰ゲームお願いいたします。一気だって。頑張れー。あ、なんか本当にまずそうな。やばい、大丈夫かな。まず、ま、何この変な味。まず、どんな味がするんですか。いや、なんかね、苦いと、なんかね、苦いだけじゃないんだよ。なんか、なんだろうこれ。なんかね、すごい鳥肌が立ってきた。これ体に効きそうですか。え、体に効きそうですか。体には効きそう。あ、ですか。じゃあ次のシフト打てるやつやね。ゾクゾクってきたね。鳥肌立っちゃった、鳥肌が。鳥肌が、よしみ、よしみピーを出てきた。大丈夫ですか。美味しかった。シナモンの味がさ、入ってるんだよ。シナモン、シナモン嫌いだからすごい。なんか苦い中に甘いんだよ、変な甘さがんだよ、ね、なるほど。まずかった。なんかさ、ゾッとする。タバコの吸い殻の捨てたやつをちょっと美味しくした感じ。わかんないわかんない。それ余計なに、そのタバ、それが余計わかん。匂いがさ、やば。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。